はい、スプラトゥーン2のすべての武器を改めて触って振り返ろうのコーナーです。やってきました、プロモデラーです。散々使い倒しましたが、まあ言うて銀まではそんなに使ってもいませんし、改めて振り返っていこうかなと思います。さあどれぐらいの動きができるかな。さあやっていきましょう、ホキフトです。ここも狭い通路がいっぱいあるので、カーリングピッチャーが刺さりそうですね。ガンガンカーリング使ってやろうという気合のもとやっていきますよ。どうなるかな。カーリングピッチャーで無双しようっていうのはもう銀モデにしかできませんからね。さあどんな感じになるかな。てか他の武器使ってからだとなんかすごい軽やかに動きる気がする。なるほどな、こんな特徴があったわけだな。はい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 、頑張れー頑張れー頑張れー、しっかりと塗っていけ。そうカーリングピッチャーこういう事故らせが結構強いからね。2番雨を冷静にいなしといて、相手がいっぱい塗ってくれるのであれば大歓迎だよ。ぬる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 、はい第2弾、はい第2弾、よろしく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 お願いします。カーリングさん、こうやってとりあえずで頑張っておいてもらうでも結構強いぞ。なんかいたぞ、いけるかな。不安しかないが、インクアーマーが頑張ってくれると信じて考えてみましょう。あーいけない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 、そういう危険なことはしちゃいけないしちゃいけないしちゃいけないからね。さよなら、うん、ありがとうカーリング、カーリングくんが何でもやってくれるって感じがするね。はいよ、頑張れボム、置いて、あぶえギリギリです。見られてる見られてるという意思を手に持っていけ。また登ってくるのー、それは困るやつ。はい冷静、また溜まってしまったようだね、カーリングピッチャーが。俺の地獄のカーリングピッチャー地獄が火を吹くぜ、火を吹いてもらうぜ。あいよ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 、近い範囲はもう全部塗り返しちゃう。それくらいの気合でおりゃいい。言うてもプロモデラーのメイン武器ずっと使ってるから割と使い慣れてる感があるな。離れてもいいし、距離を取るときもこれくらいでいいよな、みたいな感覚が身についてるね。ああでもここに二人いるとは想定外って。あげく二人とも、高台を警戒して狙いまくってるとはもう全く想定外でしたわ。このラストの40秒だけで負ける可能性も十分あるからね。気をつけろ。ただ、塗りの強い武器を敵陣に閉じ込めておけば大体なんとかなるとは思う。どうかな、さすがにもういないね。行きます行きます、みんなが帰ってきてるところに俺はカーリングを流し込んでいくのだ。カーリングのお届けです、カーリングのお届けです。はいどうぞ、気をつけろ冷静にね。相手が強気に降りてくる可能性も考慮して。なんかいった、あーいけない、あーいけない、あーいけません、火力が足りません。大事なところで火力が足りないのはプロモデラーらしいけど、オッケー。最後はナイス全滅。伊達にこの武器一本で X まで上がったことがある。という武器ではないな。塗りが強いね、やっぱり本当に。ナーバリバトルで活躍するっていうのはまず間違いないわな、やっぱり。ほんとガチマッチでは全然見ないけど、ナーバリだとめちゃくちゃ見るなっていうだけはあるわ。地獄の銀モデ、マッチングをやっていくぞ。ただいま4連敗中です。相手にも銀もできた。もうどうせっちゅんじゃ。非常に厄介だよ。もうとりあえずカーリングを貯める。チャンスとか関係ない。もうとにかく打て。とにかく打ち続けろ。合計で2000ポイント塗るんだという意気込みをしっかり持つ。1700ポイントで我慢してるんじゃね、妥協するんじゃね、常にカーリングピッチャーを打ち続けるんだ。それしかお前の生きる道はない、残されていないんだ、そういう気持ちでいくんだ。ふっふっふっ、頑張れカーリング頑張れカーリング、よし続いて第3弾を用意しようじゃないか。1試合で10回くらい打つ、もうそれくらいの気持ちがないと銀モデで勝つことなんてできない。わかるかみんな、わかるかお前、
分かってんのか銀棒だよ。はい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 、はい、反射、壁反射スライド、頑張れ、なんかいるぞ、嫌な位置、嫌な位置すぎる、危ない、よし生存した、ガンガン塗ってけ、ナイスなもの位置をイメージしながらしっかりと回避して、ふっ、何回目かな、もう何度分か分からない、この圧倒的カーリングピッチャーの前にヒレフスが良いわ、ボンバー、雨降らしさえも己の糧としていくのだ、吸盤がやばい、ギリギリ当たってるけどなんとかなったわ、避けられると辛いけど避けられてもカーリングピッチャーがあるんだという気持ちでいく、頑張れ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 、ダメージを与えていけ、ダメージを与えていけ、なんかいっぱいいるぞ、逆らせてもらうぞ、まだまだ10回にはほど遠いぞ、ガンガン打ちまくるんだ、打ちまくることでしか己の意志を表すことなどできないんだ、戦い銀棒で、戦い銀棒で、戦っておくれ、お願いだから戦い銀棒で、あーくそこれじゃ10回打つという夢は、てか自陣が超汚ね、全然塗ってね、じゃあラストスパート俺が自陣を塗ってクリアというわけだな、ちょっと右側がやばいな、これは最終的には超余裕があったっていうパターンかな、やるぞー、自陣も綺麗にした上で勝つんだ、1600、はいはいはい、でもやっぱりは敵陣を塗り返した方がお得だから、ガーリングで敵陣をいっぱい塗っていくよ、塗れ塗れー、ぬれ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 、ぬれぬれぬれ。ダメージを与えて。OK、1700。カーリング連打すんのほんと強いな。これが大正解かもしれない。なんとか2勝目をもぎ取ったぞ。あと1勝だね。さあ、3勝目をもぎ取りたい。ショッツル鉱山でやっていきましょう。なんとかカーリングピッチャーをガンガンに使っていけ。シューター同士の殴り合いか、これは。また塗り対決になるな。ローラーのために、なんとか、フィールド塗りを完遂させていきたいところですが、うまくいくかな？来るのかい？ありがてえぞ。ありがたいぞ。だがミサイルが多いのはちょっと嫌かもしれない。ここはまだ平気かな。ある程度空間は制圧しておきながら行かないとね。でも代わりにもガンガン使うぞ。自分のための道を作りながら、塗りも広げていく。遠くも塗っちゃう。じゃあここでだいぶアピールをしたから一旦下がろう。ずっと同じところにいるのが良くない。一ところに居続けること。それこそが、悪なのだと。それぐらいの気持ちでいるのが大事かもしれない。なんかいた。はい、はい、はい、はい。頑張れ、カーリング、頑張れ、カーリング、頑張れ、カーリング、頑張れ、カーリング。お、やるじゃん。カーリングの方が強かったぞ。俺が必死に追いかけてメインでキル取ろうとしていたのは、全く無意味だったようだな。ふ。そして、メインでもちゃんと倒していくぞ。これは、右翼を、私の力で塗りつぶしてくださいという依頼ですね。依頼が発せられたので俺は行くぞ。はい、頑張れ頑張れ、頑張れカーリング、頑張れカーリング。すべてのエリアはいただいていく。で、帰ると。とりあえず、ある程度塗って満足したんで帰ります。これをしっかりと徹底していく。細かいところは自分で塗っておく。敵がいそうだなと思ったところにはあまり近づきすぎない。甘いぜ。ナイス食い棒だったな、今のは。なんか来てるぞ。ダメだよ。ダメだよ。ナイスだね。あれはもう相手ジャンプで帰るしかない状況だったからね。あそこまで追い込んで正解っていう感じだね。はい、来れません。はい、来れません。超反射型。超反射型でいく。さあ、位置がバレていることをしっかりと理解した上で、逃げながら立ち回っていく。オッケー。
いいね。一旦相手に位置がバレたら、ちゃんと移動するっていうの。こういうシューターの武器であっても、徹底しないと、良くないということだね。とりあえずここでガン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 と、ガリンドを使いまくるね。使ったら当然、狙われるから、下がる。お願い！あー、もったいない。いいところまでキルトあったんだけど。お、いいぞ、全滅入った。これは勝ったな。あとは最後まで油断なく。細かいところも塗り替えしておく。1800いけねえかな、これ。1800はちょっと遠すぎるか。あとちょっとなんです。あとちょっとなんです。ダメか。最後やられていなければな。まあまあいいでしょう。ガーリングを決めつつ、ガーリングの弱点を最後、綺麗に補って、なんとか勝てたね。自分を中心に塗りがガンガンと広がっていくから、どうしても相手に位置がバレやすいっていうのが弱点だったね。連敗していた時はその辺をあまり意識できていなかったのが敗因だったかもしれない。OK! なんとか銀モデで3勝できたので、今回はここまでとなります。ありがとうございました。